おはようございますよ、フォルテです。シャキーン、本日はコンサート情報発表、イエーイ、ヤッホー。というわけでね、今すでに4月、5月、6月のソロリサイタルのコンサート情報を発表してるんですが、さらに6月、7月、9月とチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を弾くコンサートが決定しました。私の今年の目標にしてるチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番をね、まあめちゃくちゃ一生懸命今練習してます。ある程度出来上がってきたので、6月の末から皆様にね、素晴らしい演奏を披露できるのではないかと思い、6月、7月、そして9月にコンサートをさせていただきます。しかし、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番をね、2台ピアノで弾くだけでなく、一部では僕は月の光とか、ベートーベン月光全楽章だったり、英雄ポロネーズだったり、ラッカンパネラだったりと、皆様の大好きな名曲も弾かせていただきますので、どなたでも楽しめる公演となってます。そして僕は第2部で、己の挑戦でもあるチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番に向き合って、皆様に超絶難しいパッセージだったり、そして美しい部分だったり、二台ピアノの良さだったりをね、披露できたらなと思っております。今回、オーケストラパートのピアノを弾いてもらう方は、樋口くんというね、私が大学1年生の頃から友達な、今、ピアニストの方です。その方は日本音楽コンクールに優勝してる、もう本当にね、すっごい方なんですけども、まあ僕と同級生ということもあって、お願いしますよって言ったら、やろうぜっていう感じでね、本当に友達なのでね、一緒に演奏しよう、楽しみって言ってね、盛り上がって、このコンサートが実現するということです。友達に感謝、そして筋肉に感謝。というわけで日程を発表させていただきます。まずは大阪、6月26日日曜日、7月18日月曜祝日名古屋、7月30日土曜日埼玉町、9月3日土曜日岡山、4カ所で演奏させていただきます。それ以外にも4月、5月、6月のね、僕ソロリサイタルも発表してますので、ぜひともそちらもチェックしてみてください。プログラムはね、きちんと少しずつ変更してますので、絶対全部来て楽しめるかなと思っております。で、このチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番はとりあえずもうこの4公演をしたら終わりで、秋から冬にかけてまたソロリサイタルをもう予定してますので、もう本当にチャイコフスキーピアノ協奏曲の私の挑戦をぜひ見守ってもらえると嬉しいです。そして一部では月光とか全楽章とかね、あとはもう本当に名曲とかも弾くので、誰でも楽しめる公演となっております。まあ詳しくは私のホームページに全部のコンサート情報が載ってますので、きちんとチェックして間違えないように来てもらえると本当に嬉しいです。チケット販売は明日3月19日土曜日からチケット販売スタートとなります。ギリギリの発表となり申し訳ございませんが、ぜひともチェックしてみてください。3ヶ月後からのコンサートの情報を今発表してますよ。というわけで皆さん、ぜひとも埼玉、大阪、名古屋、岡山でお会いできることを楽しみにしております。僕の二台ピアノのチャイコフスキーの演奏、ぜひとも楽しんでもらえたらなと思います。劇的に盛り上がり、そして感動し、私は泣いちゃう、そして皆さんも泣いちゃう、そしてソロリサイタルもたくさんする、そこの公演でもみんな泣いちゃう、たくさんのハンカチ持ってきてくださいね。というわけでここまで見てくれてありがとうございますよ。ぜひとも会場でお会いしましょう。それではグッバイ。